こんにちは、香川です。あ、始まっちまった。リーグオブレジェンドのランクを、ランクマ？ランクっていいんか。ランクをやっていきます。いや、もうランクはね、2期前ぐらいに悲惨な目にあって、やりたくないと思ったんだけど、なんかイブリンの勝率が75%あったんでね、やったろかいなって。あれ、なんでここ出てるんだろう。これ消せないのかな。なんか前、リーグチャット、リーグボイスか、やった名前がずっと残ってるんだけど、どうやって消すんだろう。わからない。まあいいや。最近イブリン覚えて、イブリンがしっくりくるんでね。ちょっとイブリン使って、勝率75%あるんで、いこうかなと。始めたわけですよ。でね、もう、なんかね、結構、今回の人は大丈夫なんだけど、敵の陣がこっから赤バフ取ったりとかする人が、ミニオンがこっから出と、撃しまこしっかた。らかな、こことかこことかから来る人多いんで、怖いなっていう、怖いなと思いながら、今回はドレイブンなんで、まあ、ただ、どっちスターとかわからないように、俺は姿を出さないように、この辺に隠れてましたね。まあでもね、赤バフ有利なんでね、赤バフからいきますよ。固有スキルって何なんだろう。ラカンの固有スキル知らない。そのスキルを知らないのがダメなんだよ。ちゃんとチャンピオンのスキルを全部覚えてからランクマ来いや、バカ野郎って感じなのかな。まあ、ここで赤バフを取りましたと。でね、肩代わりしてないんか。してくれたな。してくれたおかげでポーション1回だけでよくて、体力マックスで、かつね、いつもなんかこう言って、ここにワード置いて、なんで来んねんお前っていうね。まあ、相手体力あんだけ減ってたけど、まあ、本来ならいつもこの辺にね、この辺にワード置いて、来るの待って、来なかったら通るっていう。こいつの経験値がすごい高いらしいから、今、経験値取りに行く。で、ミッドがちょっと減らしてたら、もうこっちからシュッと行って、チャームしたのかなと思ったけど、減ってなかったから、こうぐるーっと回って、カニを取りに行く。そもそもなんでムンドやねんって思いながらね。ムンド今強いのかな？知らない。そういうの全く知らないんだよ。そういうの全く知らないから、とりあえず自分流に行くだけっていうね。で、ここで取りますよ、取りますよ。なんか来たー、やべえ、あぶねえ。あ、そうか。カニがここにいて、自分もここにいたから分からなかったんか。まあ、体力的にね、当たったわ。当たった、負けてたな。俺、レベルまだ2だわ。負けてたわ。まあ、多分、相手はあんま上手くないムンドなんでしょうと。まあ、後で OPGG って分かったけど。分かんないからね、むしろ分かってからやればよかった。レベル3になりました。で、殴ってる時にね、そうそう、見てたんですよ、ここで。ここで、こう、殴ってる最中に、やべえ、味方体力ねえやん、大丈夫かって思ったら、やった、これ当たったって思って。で、この体力を見て、じゃあ、仮に行きましょうって。もうこっちは大丈夫。仮に行きますよって、ここにあるんだけど、そんなんどうでもいいわ。はい、見つけた。このいいカンパ。これやってもたやつ。ここで、ちゃんとね、ピキーンってなってから戦闘いかんのだけど、焦ってもたけど、まあよかった。フラッシュ使ったしね。レベル3だし、相手、さっきこの辺で見えたしって。確か見えたんだよ、こっちにいるのが。行ったら、あ、狭いとこで使ってるやん。ゾーイでね、わかるんだよね、これ。ゾーイのおかげで。で、こっち行くかな。戻ってきて取り狩りに来るかなとか思いながら、こう取り狩り出したら来たと。うわー、すぐ逃げる。すぐ逃げるけど、アーリが来るでしょ。これちょっとでも取りたかったんだよ。で、アーリ食らうでしょ。やべえ、死んじゃうよ。カニまで、もう少しカニまでーって助かったってね。で、これぶつけたのを見て U ターン。このまま攻めてきたらね、ああ、行こうかなと思ったんだけど、やめました。で、その間にね、ボットが死んでるんですわ。
なんかね、ボットの今これ、このモルデカイザーが強いらしいけど、それは、ペアがちゃんと意思疎通できる人から、だからであって、ランクでモルデカイザー来てもっていう感じがね。そうなんだよ。ここで、俺が倒してなかったら、ここでもう終わってたんだよ。ここボンボン、ドスン、ギャー、ギャー。ヒールはで、ヒールはヒールないヒールないんかヒールないんかヒールねえやん何やってんだお前らっていう。まあ、モルデカイザーヒールね。あれ、帰っとけばよかったね。こんなん言ったらそら死ぬよ。相手だって、その火力の化け物だぞ。嬉しい。火力お化けさんのところにそんな甘えは許されないっていうね。これはボットやばいな。これどうしようかなと思いながら。次ね。ここで結構ね、こういう、これはさっきのやつか。ここで、まあ、せっせとジャングル回るんですよ。ジャングル回ってね。こいつね、こうやって取りに来るんですわ。多分ね、俺がここで頭見せたんかな。いや、見せてない。俺はここで。そうか、こっちに帰ってって、体力がないから多分帰っただろうと思ったんだな、こいつは。多分帰っただろうってことで、俺のジャングルを漁りに行った。俺は帰らずにこんなところにペコペコやってるから、こう食われるんだよ。ねえ、そうだね、ほんとね。で、またここで、槍やってる。こいつさっきフラッシュ使ったんですよ。さっきフラッシュ使ったんですわ。何やってんだ俺。あ、さっきフラッシュ使ったんですわ。フラッシュ使ったんですわ。行くよ。はい、お疲れ。今度はちゃんと決めた。フラッシュ使ったんでね、トップを破壊するんだよ。で、ここにいるの見えたよっていうのを誰かが教えてた。ラカンが教えてたんだ。だから戻ってきたと。で、その間に俺がここでまた鍵をしてたから、こやつはこっちに来て、パクリに来たわけですよ。俺がカニばっか取ってるからね、こいつはもうこっちのジャンク食えってことで食ってたんだな。確かここで金いっぱいあるし、金何本あるんだ。金ってどうやって見るんだ。金はどこで見る ?T? 違う。しかも T なぜか。殴った。何してんだ。半角になってた。ここは俺倒したとこだろ。金ってどうやって見るんだっけ。金。ジェイ。わからん。金ボタン忘れた。もういいや。ここでお金が1600ぐらいあったから、いろいろ買いましたと。お金ボタンどこだったかな。どっか忘れたけど。いつもだな、買えない。この窓書が買えましたと。で、じゃあ今度、ボットがね、ニューキルもされてるから、もうトップはもう大丈夫だなということでね。で、ミッドがね、この人なかなか上手かったんでね、後でわかるけど。ここにムンド入ってこないようにって置いときました。でもここ食われてるし。ね、ここ食われてるからね。で、必死にペチペチこう取るでしょ。ペチペチ取って、体力回復させといて、じゃあ赤取ったんで入ります。ここにピンク置いてないからね、わかんない。とりあえず入ります。とりあえずこうします。もう、入りますに反応できなかったんでね、味方が。帰りますって。入りますよーって。もうこっちピング出してくれないんだよな。出してくれてるのかな、わからん。また通りに来たのね。俺がこっちでボットに姿を見せたから。という感じで、こうね、結構食いに来てたんだな、こいつな。でも俺は、そのせいでレベルがね、レベル差ついてんだよ。
あ、ここいないよいないよいないよっていうことでちゃんと反応してね、このゾーイがハテナ出しまくったからちゃんと逃げた。ゾーイちゃんと反応するやんみたいな。で、これ良くなった。さあどうしようかな。お、こいつここまで来てるやんってことで、とりあえずはどこ行って、あ、そう、カニを食いに来た。カニはいたし、カニ食おうと。もうカニが湧くのずーっと見てるんで、ね、カニだけはひたすら見てる。カニだけはひたすら見て、で、こう、あれカエルねえぞ、あれあれあれってちょっと混乱したね。ちょっと混乱して。ゾイこんだけ前出てるからあげようかな、どうしようかな、まあいいやって。ここでせっかく有利取ってるのに、あげてもあれだなと思って、自分のファームのために使わせてもらいました。で、またボット死んでる、助けんな。そうそう、これね、これやばかった。ここで、こう、これどう見ても甘えてるな。これはちょっとね、中の場所も場所なんだ。この打ち上げてフラッシュ、逃げる。ウルト一瞬で使ってたね。このウルト即 U ターンしてたのね。このウルト即 U ターン。で、チッと当てて、ウルト即 U ターン。危なかったって。今度は甘えずにちゃんと逃げた。次行きましょう。次はまたトップですよ。ここでね、またムンドと。イエーイ。で、こうするやろ。こうすると、今度こう降りてきたのが見えた。こいつ上がった。よし、じゃあ、こっちをかけるぞ。ということで、ビョーンと行って、ぶつかる。当てる。ペチペチする。やべえ、俺逃げる。っていう、このウルトのタイミング、フラッシュする。右に行くと見せかけて、左に逃げる。これ避ける。フェイカーステップらしいね。いや、そんな上手くない。計算して避けたんですよ。で、とりあえず、キル欲しいから、こう当てとく。ぶつかる、寝る。ここでね、俺がこれやっ、まあ、大丈夫やったんだけど。どうなんだ、さっきゾーイ上手かったんでね、このゾーイ。俺もできるけど、ちょっと見えなかったな。ちょっと見えなかった。で、やべえ、逃げるからの、ゾーイが寄ってくる。寄ってきて、ここでね、ちゃんと計算してこう撃つ。ここで、斜めに打つ、フラッシュする、曲げる、当てる、でね。多分、俺がこの、チャームで引きつけなくても、多分死んでたんじゃないかんね。ゾーイの場所見て絶対届かんと思ってたら、撃ってたっていうね。俺はチャームでこう引きつけてる間に、倒そうと思ってたんだけど。このゾーイさんやりおるわ。その間、アーリは帰ってると。そう、結局アーリーが仕事しないんでね。まあここまで0103と。ボットはやばい、ボットやばいぞ、ボットやばいぞ。ほら343なんだけど、ボットがやばい。このままだとドレイブンがぶっ壊れる、どうしようっていうことで、そろそろもうトップは助けなくても十分だから、トップの差202空いて0-30でね、もうほっとっても勝てるだろうということで、最初体力差負けてたからね、これ絶対トップ負けるわと思って、あ、ここちょっと焦ったんだ、やべえ死ぬって力つきましたなるって思う。危なかった、怖かった。この状態でお金が、いつもねお金余りまくるんだよな、イブリン。なんかイブリンいつもキル取ってしまうからな、お金余るんだよ、あり余るんだよ。で、勝った結果も揃ってるんだよってね。いや、でもいつもこれと靴まで揃えていくんだよな。で、ピンクは置いたままだから、いいや。ってことで、そろそろボットを助けないと、ボットやばいってことで、ボットに行きますよ。はい、ボットにゆっくり近づいていくけど、まだ睨み合い中なんで、ちょっと餌を食ってから行こうかな。ちょっと餌を食ってから行こうかな。引きつけててね、と。引きつけててね。わかってるよね。ちゃんと引きつけててよね。
行きつけててよね。まだ行くなよ、まだ行くなよ、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 あとちょっとだからね、ちょっと待ってよ、もうちょっとだぞ。なぜ来た。まあいいんだよ、ちょうどいいタイミングなんだよ。はい、ありがとう、ピコーン。はい、行きまーす。ドーン、チャーム、ドカーン。ウルトで死んだな、このモルデカイザーの。で、ここなんか2人来てる、遅いよ。ドーン。これ味方だと思ったんだね。だからここで俺ピコーン、ピコーン行くなーっていやこれ違うからと思いながら。アーリーさんが、アーリーさんね、これもう無理だ、追いつけない。ウルトでピッ、ウルトでこれ届かなかった、もう無理だわ、もう無理じゃないんだな。イブリンは、イブリンはもう無理じゃないんだな。ここで行くのがイブリンなんです。はい、よっすこれができるのがイブリンなんですわ。相手気づいたら死んでいた。さっきのはアーリの甘えだけど、このままアーリ戻ってたら死ななかった。甘えですわ。イブリンはどこまでもこの透明ステルスモードで行くんでね。そう、ここを叩いてる時に見たんですよ、ここトップ。おおおお、いい戦いしてるやん、これ美味しくいただけるんじゃねって。てか、あんだけ買ってたのに負けるんかい、ちょっとやめてくれやと思いながら、ね、言いながら、ここで、まあ、まだ大丈夫でしょうと。ここで食う。ここで食う。うん、これも取っとこう、食っとこうと。この、ムンドが絶対入ってくるだろうって思ったんでね。ムンド入ってくるだろうって思いながら、ね、ここでもう逃げてるもんな。ちょっとやばかった。ここで食う。からの、ウルト使ってるやん。これラッキーやん。っていうことでね。はい、ここの、狼無視。狼無視するよ。アオバフ無視するよ。帰る？そんなもん知らねえ。はい、行くよ。透明で行きます。はい、ピコーン。はい、ピコーン。ピコーン。はい、チャーム。チャームする前に終わった。お、当たってたら9割ぐらい効いてたかもしれない。で、せっかくここにいるから、青どうぞ、青どうぞ。そうだ、これを見てね、ちょっと焦ってしまったんだよ。別に焦る必要ないのに。はい、あとどうぞ。ドーン。だって俺も青持ってるからね。もうこの時点で確かお金3000ぐらいあるんだよ。3000ぐらいあるけど、カニ湧いてるんじゃねって思ってね、カニを取る。とりあえずカニを食うって、もうカニ大好きだからね。柳瀬みゆき大好きなんでカニ食うんですわ。すごい逃げる。なんか来たー。なんか来たーけど無視。どうしたんだったっけ。さすがにもう帰るでしょ。さすがに帰るでしょ。俺は何をしてるんだ。何をしてるんだ。何をしようとしてる。これは一体何をしようとしてるんだ。わからん。これは何をしようとしたのかわからん。あ、ミッドに行こうとしたけど、やっぱやめとこう、みたいな感じか。ミッド行ってもね、これずーっとタワー下にいるんでね。見えたけど、もういいやつ。あ、これを破壊するね。急にドラ殴り出したからなんでやねん。どんだお前さっきムンドここおったやん、どういうことやねんって思ったけど、よく考えたらここになんか敵いるし、死んでるし、こいつは帰ったし、いいか殴ろうって。そうだ、ね、結局ミッドが寄ってきてくれてたし、こいつは帰ってたからドラゴン取れるわって、ね、このサポの判断は正しいって思って、いいかって取りました。でここで待ってたんだけど、ここで待ってたんだけど、そうこのドラゴン取る前にこいつは何してたんだっていうのね。もう死にかけてる、なんでだって。何があったんだ、ちょっと見よう。めっちゃ食らってるやん、どういうことだ。何かしたあったんだ。遅い、もうちょっとこっち、ここ走ってきて、体力マックス、体力マック
ックス。だってもう11と10だもんな。装備差、装備差。こんだけ違うもん。これまだ何も完成してない。このサンファイア持ってるし、靴も揃ってるし、これに対して突っ込むかっていうね。それはダメですわ。スタンがあってもそれは勝てませんわ。レベル差も違うし。一応ウルトで止めたけど、これじゃ勝てんでしょっていうね。この状態で、ここで甘えてるから、このね、この、行った瞬間にですわ。ドーン。これは終わる。いや、そもそも何してんだっていう。それはダメだな。リネクトンもう無理だから、ここは下がるべきだからって。ブルーチームドラゴン。で、ドラゴン取りました。じゃあ次行こう。あ、ここ美味しそうに。まだ戦うか、こいつはって思いながら。じゃあ、ゾウイが来るってね。ゾウイが来ました。ペチン。はい、終わった。もう、ここまで来たらね、さすがに、もう終わりだわ。レッドチームのタワーが破壊されました。だから、多分、このね、サイオンが育ったのは、俺のもう嫌がらせのようにトップに2回もガンクに行ったおかげじゃないかなと。もう最初はあ、でも俺ここで切り取ったんか。ファーストブラッド取れたからよかった。ここで2回取れたおかげでこう勝てましたと。あれで、ここはもう何もなくて、塔を取ったけどこっち壊れたと。危なかった。ギリギリじゃないか、これ、本当に。こっち取って、こっち取って。なんでお前帰った状態？ボットね。ここで、この状況で、帰ったら、ここで破壊されたからよかったけど、この状況で帰っちゃダメでしょっていう。この状況で帰ったら、そりゃこんだけしかないんだから、壊されればいいでね。アーリは見えました。見てるよ、見てたよ、大丈夫だよって。ブルーチームのタワーが破壊され、逆に倒したでってね。こうヒューンって、やべ、見つかったやべ、見つかったやべって。見つかってなかったんだよこれ。見つかってなかったら行けばよかったんだよ。でも行かなくて正解やった。牛が来てたって。あ、俺はここで、じゃあ食っとこう。ここでもね、食い方間違えてね、めっちゃ食らうのダメージ。ビビってもうスマイル打ってしまったんで。切るまで。もうあとは、カニ食ってるだけなんで。カニ食われたか。そうそう、こいつをね、こいつ食ったろーって思って、こっそり行くんですよ。こう、ヒューっと。ヒューいったらこれ見えたんです。あ、あかんやつやって帰った。こっそり食ったろーって思って。ここね、モルデが調子乗ってね、倒したぞって、殴り出したんだけど、お前絶対無理だからって思ったら、こう、サイオンが助けに入ってくる。ドーン。どうすんコンコンコンで倒す。これサイオン来てなかったら死んでたからね。カニ食いやがってって怒ってる。初カニ食いされたんじゃないかな。ここでボットタワーを押してくれましたよと。あとはね、特に小競り合いなくペコ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 。よかった。ここでね、ここで確か誰も見えなかったんだね。ここでこいつ下がっていったし行こうぜ。ここにおるし、さっき最後じゃられた人、ワニ死んだし、これいけるやん、行こうぜって。ここいるし、さっさと破壊しとこうぜ、ワードもないし、って思ったら来てた。いけるでしょって思ったら来てた。ワード置かれた。あ、これやべえ、これ逃げるぞ。逃げましょう。やばいよ、逃げるぞ。ゾウイやばい、逃げた、
みんな逃げた、ナイスからの、来た、よし、こいつは来た、じゃあ行くぞ、じゃあ行くぞ、じゃあ行くぞって、こっから入ってきたわけ。ぶつけて、チェーンかけて、これあんまりね、何が起こったかよく分かってないんだよな、とりあえず、来たから、まあ逃げて、これも消えた、入った、ここで、まさかのいきなりウルト打ち上げる、飛び込んで、9連打して、とりあえず9連打しとけって感じ、ね、で、飛び込んだら死んでくれたって感じか。やっぱこのね、ゾーイのヒールは強いよ、ピコンピコンピコンって、ヒールして、フラッシュして。とりあえず、ゾーイめっちゃ攻めてるし、俺はファームに、ファームでもしとこうってみんなに下がったよね。みんな下がったから、レベル上げてもしとけ。ここで確かお金4000とか、確か言ってたはず。お金4000、だってこっから何も買い物しない、バカ野郎だろって、ね。そりゃさっきのだって火力出ねえわっていうことで、買ったらいきなりリッチウェイ、リッチウェイ持ったって。こんなん買いましたよって。で、赤、ここ壊れたから、行くかって感じでね。いや、さすがにバロンは行きませんよ。あ、そうそう、ここで倒した後に、倒した後に、サイオンが、まだヘラルドおりと思って殴ろうとかしたんで、ね、違うよ、ピンポンピンポン、違うよって言っといた。もうヘラルド死んだからって。あとは特に、こう、何もなく。敵見えないし、とりあえずレベル上げに、いそいそとまたレベル上げしましょう。どうだったかな。いそいそとやって、あ、そう。ここで惜しかったんだよね、ここで。あ、カニ湧いてるやん。カニ行かないと。やべえ。カニ行かないとってね。こう、一直線でカニに行った。あ、食われてる。やべえ。キュー。ああ。残念っていうね。惜しかった。しゃあないから。鳥でも食っとくか。みんな集まりだしたから、ちょ待ってよって思いながら、ちょ待ってよって思いながら、こう、ゆっと寄ります。寄りますけど、何も始まらない。寄ります。寄ります。あ、きっと当たらないと信じてね。俺は、あ、そう、ここでこいつが身を押そうとしてたから、この岩をちょっと待って、当たるなよと思いながら倒してるやん、なんでやねんって。いや、このゾーイうまいからな。俺のゾーイと同じようなことしてくれ。ここで、あ、こっち行こうとしてる、ちょっとヘッヘッヘッって感じ。こう行ってワード置いて、おいす、はい、おつどーん。俺と同じようなことをするね、うん、これを狩るで、ウェブを作ってから行きましょうということでね。その後ろのやつだけ倒す。これでもウェブ完璧なんで、じゃあドラゴンに行こう。スマイト弟したら終わってしまった。なぜかレベルが上がるって。なんでレベル上がったんだろうって。レベル上がるんだな、近くにいるだけで。ここでもうウェーブ完璧なんでね。じゃあ行きましょう。サイオンが後ろから当たるっていうね、 ADC 対し。俺はもうただ Q 当ててペケペケペケってするだけなんだよね。あんまり入ってないって。 Q 当ててペケペケペケ。これでミニオンウェーブがね、あれ。そう、俺はこっちのここからムンドが来ないことをするだけって。その間になんか戦ってたから、俺は球を当ててペコペコペコするだけで、まあアシストつくっていう。もう完全にこれウェーブできてるでしょ、完璧でしょ。
これが食いたかったね。これ食いたくてこう言ってたら、ウンドにバレた、どうしよう、やべえやって、ウンドめっちゃ大好きなウルトで、やべえやべえ、これは死ぬって思ったら助けに来て、この優しい優しい2人だね。ただ俺は逃げる、そそくさそそくさそそくさ、あ倒すんかい、じゃあもう一回戻ろう。とりあえず9当てて、俺はペコペコするだけで、ね、実はあんまり火力出してない。しかもウルトミスるっていう。本当はウルトで反対に行ってこう殴りたかったんだけど、もういいやって、もうこっちで何も戦闘できませんでした。いいわ、すいませんっていう、ここ壊しといただきました。やりたい人どうぞってことね。ここで勝手に。ほらもう、もう、ここ、いつの間にかこんなに、大砲ミニオン2つが、まだ生きてる。ここのやつまだ生きてるって。素晴らしいね。ここで、そうだ、青取っとこうって、相手ジャングル食っとこうってね。ここでいたけど、こいつがここにいるの見えたんで、食っとこうって食いに行ってね。ついでにカニ湧いてるやん、カニ食っとこうって。カニ食った。確か鳥も湧いてるやん、鳥食っとこう、鳥食っとこう、どうせ敵いねえし鳥食っとこう、レベル上げとこう。こんな感じ。まだ行くか、まだ行くわ、金いっぱいあるのにまだ行くわ。ここで戻ったんだろう、わからん。まだ行った、まだ行きよる、まだ食いよるわ。もうレベル上げに必死だからこのチャームでピコピコ踊るこのジャングルたちがね、青取ろうとしたけどやめたんで。ここでなんかゾーイが戦いたそうに待ってるからね。戦いたそうに待ってるから、ただ戦闘は行きたくないと。お前ら硬いやつ前行けって。戦いが始まった、戦いが始まった。俺は必死に近づいていてピシピシピシをするっていう、ね、打ち上げられた、やべえ。とりあえずウルトして離れとけって、ね、正直ね、ここで全然集団戦ができてないんだよ俺。暗殺は好きなんだけどとりあえず近づいてキュルキュルキュルとしてE で突っ込んで Q でキュルキュルキュルして、もういいや下がろう、もういいや下がろう、ダメだって、もういいや、スタンいるんだからダメだって、何してんだお前ら。これで多分俺が言っとったらこの ADC は倒せてた、 ADC は倒せてたんだけど、 ADC は倒せてたんだけど、多分このワニに殺されてたんで、それはまずいと思って下がったんだよ。でもみんなは戦ってしまった。あとね、この時点で、このね、6010、死にたくなかった。死にたくなかったんだよ、俺は。俺は死にたくなかったんだよ。パーフェクト KDA が欲しかったんだよ。パーフェクト KDA が欲しくてね、ひよってしまった。あそこで多分ね、そろそろ Q が復活してる頃だったから、ここで守りに行こう。これ無理だわ、これ無理だわ、守れねえわってね。当たっても負けるわってね。なんでかレベル高いやんこいつって思って逃げた。ゾウ行くんかい、じゃあ行くしかねえやんって思ったけど、あ、行ったんか、ゾウ行くんかいって思ってね。でここでテレポート来たから、じゃあ行こうって。とりあえずハート投げて一番逃げると、一番逃げて、はい、チャームでおしまいと。でレネクトンがね、ここで死んで、これもう無理だわって、だって23対7だからね。相手がもういいでしょうってなったんかな、ここで。まあ、こういう結果になりましたと。結果ね、
ランク戦1戦目パーフェクト KDA ということになりました。その結果を見てみると、番枠にね、俺グレイブスしたんだよな。ちょっと回るのが早いキャラは嫌だってことで、トランドルも消したかったんだよな。どっちにしようかなって悩んだ結果グレイブスを消したって。でもトランドルの方が良かったかもしれないってね、消すのね。まあそんな感じで、まあ 7-0-10 で勝てましたって。ここの2人は申し訳ない。あそこで、いやでもあそこはもう死んでたから、みんな死んでたからね、俺はどうしようもなかったんだ。あそこはパーフェクト KDA が欲しくて逃げたんですわ、集団戦をね。3つくれました。勝利のやつと楽しいだったかな、分からんけど、とりあえず3つもらって勝てましたと。 S マイナスでした。概要、マジで、え、青チーム負けてるやん。これずっと CS 差か、 CS 差で負けまくってるのか、これ。ここでキル取ったけども、ファーストブラッド取ったけども負けてるんだよ。負けてるのにここで勝った。ここで勝ったのは何か、つまり CS でずーっと負けてたのにここで勝ったのは、まあこんだけ俺がトップをここで勝たせたからね。ここ2つ、ここはどうだったっけ、ここは分からんけど、まあトップを勝たせたから。ミッドはね、ミッドはまあまあ、CS 負けてたでしょ、確か。スカーボード。あ、最終 CS 見ても意味ないかな。最終 CS 見ても意味がない。多分負けてたんだよ、きっと。ここでようやくね、ようやく勝て出して、ここでグイーンと上がった。そう。結局 CS 差で負けてたんで。だよな。ゴールドさ、チームゴールド。なんだこれ。あ、みんなのあれか。みんなのが出るのね。ゴールド差では負けてましたけど、データはね、ちょっと見せたくない。ダメージあんま出してない。ガンクのダメージしか出してないから。やっぱりね、このゾーイが頑張ってるなって。サイオンと、まあ、勝たせたからいいんじゃないかな。ボットもボコボコだったのにね、勝たせたからね、いいんじゃないかな。グラフ、違う。データで見るべきところは、視界スコア。あ、全然ワード置いてねえ。破壊した。いや、でもピンクか。もっと置かんとダメだな。もっとワード置いて、せめて、この ADC と同じぐらいには、むしろジャングルなんだから、サポート同じぐらい取らんとダメだなと。感じか。うん。はい。という感じでした。ランク戦の1戦目は、こんな感じで、勝てました。次どうなるんだろう。相手、新庄が嫌いだったんだな。うん。まあ、安尾とか、この辺ぶっ壊れてるかな。ダリウスとか。まあそんな感じでした。 S マイナスでした。では2戦目いつするか分からんけど、落ち着いたらやりましょう。